XFuzz TV. Today we are going to introduce you guys some Japanese drinking games that Japanese people always play at、all kinds of nomikai world, like drinking occasions. And we are going to actually play,、display three of the games and then talk about other ones as well. So without further ado, let's get into it.じゃあそうですね、まあ、日本の飲み会の飲みゲーを紹介したいと思うんですけれども、まず皆さん、その大学時代は結構飲んだんですか？結構真面目です。真面目だった、okay、そういう飲み会とかあまり行かなくて、はい、あ、会社さんはどうですか？でも私は大学1年生の時はすごい飲み会が激しいとかに行って、飲み会が激しい、もう本当に辛くて部活辞めました。部活辞めました、やばいですよね。結構部活入ってるのはすごい飲むみたいな感じですよね。あとサークルとか、まあ飲む飲みさんもあるんじゃないですか、うん、私はアメリカにいたんですけど、でもアメリカもそういう、まあ、パーティーとか多かったけど、やっぱりこういう飲みゲーあんまりしてなくて、まあ、日本人の留学生が多かったから、その友達が教わってきたゲームがいくつございます。でまずはですね、ちょっとそこまで難しくないゲームを始まりたいと思います。私もこれはやったことありました。でもこれは入社してから知ったゲームです。あ、会社ね。会社の、はい、新卒の時ね、今ではなくてコロナ前です。表面張力危機一髪ゲームです。このゲームはどうやって遊ぶとすると、まずは水をここに入れますね。ギリギリまで攻めるんですよ。で、これギリギリですよね。あ、はい、はい、ギリギリです。で、一人ずつここの、まあ、1円を入れるんですよ。で、溢れてたら負けます。で、負けたらこれを飲みます。で、ちなみに今会社なので飲めないんですよね。なのでこれちょっとまずいっていう口コミがあった抹茶ラテをちょっと飲んでみたいと思いますね。罰ゲーム。そう、普段だったらもうここはもう、ね、ビールとかビール一気とか、まあ、ショットとかになると思いますが、はい。なので、まあ、最初は、まあ、じゃんけんで一番負ける人は最初に始まりましょう。じゃんけん、こうでしょ。じゃんけんポン、はい、こうでしょ。じゃあ、かわいそうです。始まりだと思います。はい、どうぞ。あ、大丈夫ですね。1円玉を刺す。なるほど。刺し玉ができた。はい。お、まだまだ余裕ですね。余裕ですね。これ結構緊張するんですよ、実際に。おお。いや、でもちょっと確かに膨らんできた。お。やばいやばいやばい。やばい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 。おお。今日の。おお。すごい。あ、すごい。2個です。攻める。じゃあ5円玉入れるとどうなるんですか？いや、5円はもうね、5円はバイバイ。多分重くなっちゃう。嘘嘘。いけたいけた。嘘。プリース。なので2個入れますね。おめっちゃ揺れてる。めちゃ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 揺れてる。いけたー。5円入れましょう。すごいね。3つ入れますね。いや、もうすごい、もううわー。さすがに、さすがに。はい、じゃあ私ね、いうことでちょっとまずい抹茶ラテを飲んでみたいと思います。どうですか？美味しくはないね。すごい美味しくはない。自分からは買わないですね。へえ。罰ゲームにもならないですけど、ただまあでもちょっと人気がない理由がね。分かった。なんでそんなにコンビニに並んでるのか。はい、これが最初の危機一髪正面処理のゲームです。確かにこれちょっとドキドキするから盛り上がりそう。ちょっとね、戦略的な部分もあるというところで結構楽しいかなと思います。ぜひやってみてください。はい、じゃあ次ですけれども、ほうれん草ゲームは来たことありますか？ほうれん草ゲーム、はい、まあ、まずは私が今最初に、お二人は持ってないですよ。他の人は持ってなくて、で私が持ってるじゃないですか。うん、うん、で私が例えば2つ開けたら、今医者さんはこうなってるね。こうなってる、うん、で、私はないですよ。うん、で、その時に私に戻るのか、まあ、川島さんに1個ずつあげるのも大丈夫です。あ、じゃあこれでもいける。はい、これでもいける。そうしたらこうなってるんですね。そうです。で、私たちはこれになります。
あー、なるほどね。 OK。 で、ほうれん草、ほうれん草って言って、ほうれん草って3回目のほうれん草で渡す。はい、なんかリズムゲームみたいな。あー、はい、なるほどね。なぜこれは難しいというと、酔っ払ったらリズム感が悪くなるんじゃないですか、うん、だから結構最初はほうれん草、ほうれん草、ほうれん草なんですけど、まあ、だんだん速くなって、ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草、まあ、自分の持っているほうれん草も覚えないといけないですし、誰かにあげたのもちゃんとなんかポイントしないといけないです。リズムがうまくいかなかった人が負けそうです。はい、あとほうれん草は1個しか持てないのにこれやってる人、そういう感じになります。じゃあ1回やってみましょう。練習練習。ほうれん草、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 なるほど、はい、こういうことね。この笑っちゃった人が間違ってる人だったら、なるほど。これ確かに速くなったらね、そうすごいスピードアップしたら難しそう。そう、あとなんか酔っ払ったらね、うん、酔っ払ったら本当にこれ超なんか超楽しいよ。あとちょっと悪いと思うんですけど、例えば私が友達と一緒に行くと、なんか結構5人6人くらいいるじゃん、うん、でその人はあまり飲んでないなって思ったら、まあ、みんなで話して、じゃあその人を任す、なんかターゲットにさせようみたいな、そう負けさせようとすることは結構できるので、うん、皆様気をつけてください。このゲームは気をつけて、狙われちゃう、狙われちゃう、そう、男性も女性もなので気をつけてください。はい、はい、で、そうですね、あと3つ目は、例えば私がテーマを決めます。この人が一番浮気しそうというテーマで、で、例えば私だとするとみんな私の方に刺すんじゃないですか、うん、一番刺される人がっていう感じです、はい、すごいのが簡単なんですけど、うんうんうん、でもお互いのことを知るためには結構やりやすいゲームなのかなと思います。じゃあやってみましょう。テーマ何でも何でもいいです、うん、ベッドに行って横になったらすぐ寝そうな人。1、2、3。全然違う。じゃあこれはもうタイってことで、もうすぐ暑いって言いそうな人。ああ、はい、じゃあ1、2、3。おお、私です。自分はちょっと認めますね。自分もいいんですね。自分もいいです。なるほどね、はい、そういう感じです。なんか外ロケ行ったら一番暑いって言った人は私ここにいます。私です。はい、暑さに弱いんですよね。台湾にいた時はそれも良かったんですけど、アメリカにいた時はそこまで結構、まあ、うん、カラッとしてるから暑くないと思うんだけど、うん、湿気に弱いかもしれないです。これ本当にちょっと旦那茶ラテがぶ飲みしてます。旦那飲むとちょっとまずいなって思ったもん。はい、じゃあ最後に一番早く結婚しそうな人。あ、1、2、3。あそうです、そうです。どうぞ、いただきます。チョコレート。匂いはチョコ抹茶、ホワイトチョコの抹茶味。あ、ほ抹茶どこに行きました。そう、抹茶はどこにいたのか分かんない。緑なのにね、はい、甘いミルクとちょっとだけ草の味。ちょっと草の味、そう、すごい謎の味なんですよ。まずいと言わないけど、美味しくもないない、そうそうそうっていう気持ちですよね。あ、これ全部全部、そう、いただきます。全部うーん、甘いよね。甘いです。そう、なんかほぼ罰ゲームみたいな感じになるんですけど、すみませんでした。はい、はい、じゃあこれ以上はなんか3つのゲームなんですけれども、もっとあるんですよ。で、なんかインディアンポーカーとか、まあ、そういうものもありますし、うん、まあ、でも今度、まあ、ちょっと緊急事態宣言が終わったら、またみんなの前で本当にお酒で示せばいいなと思います。皆さんもぜひやってみてください。あとはお酒は適量で飲んでくださいね。はい、無理しないでくださいね。はい、じゃあこういうちょっと日本のこういう遊び的なものがお好きでしたら、ぜひいいねと登録とコメントしてください。あとは他になんか、あ、こういうのを知りたいとか、こういうのを見たいみたいなものがありましたら、もうぜひコメントしていただければと思います。じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。